わ、なんか緊張するな。3人に待ち構えられたら。よろしくお願いします。お願いします。あなたの元へ走ってゆく、もう迷ったりなんかしない、流行りじゃなくてこだわりの本当の私を見てほしいのね。私あなたが好きだから、もうあなたに合わせて。バラバラで初めて会ったのって、でもなんか、 だから、あ、先にラジオかなんかですかね、もしかして。あ、なんかそうだ、なんかみんなでなんかどっかの、うん、そう、部屋に集まった時が初めてでした。そうそうそう、ラジオのですよね、多分そこでみんな初めて会って、結構なんかやっぱ男子ってそうだよね、男子が盛り上がってて大量にいたしね、男子がね。でもなんかこっちあんま来ないなみたいな、いやそれ どうしようみたいな。なんかその日もだって帰りなんかさ、もう鬱になってたもんね。もうなんかもうどうしようみたいな、どうしよう、なんか誰とも仲良くなれない、熱伝ツアーがめっちゃ不安になったの、最初集まった時もうやばいみたいな。そうだから10代だったんで、彼女たち どう接すればいいんだろうみたいな、この若い子たちとどう接すればいいんだろうみたいな感じはあったのかもしれないですね。でも本当に後半な気がします、なんか喋れるようになったのが、そうだよね。でも仲良くなれたと思ったらツアーが終わっちゃったっていう、すごい寂しかった思い出がある。確かに、なんかバニラズの皆さんってなんかすごい上手くなったね、上手になったねってめっちゃ褒めてもらったのが嬉しくて嬉しくて、赤ちゃんの時から見てるから、ね、そうだからやっぱりずっと見てくださってるからこそやっぱり言ってもらえたことだと思うので、あの時本当になんかその褒めてもらったのが自分の糧になったなっていうのをすごい覚えてます。ああ、よかった。でももうなんかシシャモを見る時はやっぱその演奏をめっちゃ見るっていうか、やっぱその18の時の感覚からどんどんこう音楽的な部分に毎回こうフェスとかであっても変わってきてて、みんなそれぞれのこう常に何て言うんだろう、吸収しようとしてんだなっていうのを今日の髪型見て思ったよ。これはどっから吸収したの？プリティさんから、プリティさんから、プリティよりこじゃれてるから大丈夫。パーマの当て方が、ちょっとクリーンと、はい、そうだよね。バニラズのあのメンバー全員が楽しく演奏する、うんうん、それをステージでやっていることでお客さんが楽しくなるっていう、すごい2014年の頃から感じてて、そこはすごいシシャモに当時すごいなかった部分というか、まずライブを楽しむみたいなことがなくて、プレッシャーしかないみたいな、何したらいいかも分かんないしみたいなところから、でもお客さんが楽しむにはやっぱり自分たちが楽しまないといけないんだなっていうのをすごい学びましたね。逆に俺は歌い出した瞬間にこう空気とか会場がビタッてこう補正されるっていうものをその10代の時から感じて、やっぱその歌での圧倒的な魅力がすごいですよ。あ、ついてきてもらってじゃあそうね、だから、まあ、僕はね歌うし、フロントマンとしてはやっぱりドンとしてるのがすごいかっこよくて頑張ってほしいですね。頑張ります。頑張ってください。まあ本当コロナ禍を経てのこの僕たちのバンドってまたたくましくなってると思いますし、あのフェスとかと短いしね、なんかこう接する機会もだから、こうしっかりと全部バンドをこう見ながらあの時思い出して今を見せれたらなと思います。ピアーリーナで会いましょう。